GM チャンネルスタッフ、はい、ゲームマーケットをお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日担当するのは私番長と山山と横山です。もう終盤に来ましたね。よし、アウトラストと、はいはい、もう前置きはいいと、うん、いきますよ、サクッとクリアしよう、はい、ね、地下にね一番すごいところがあったと。そう、隠されてたよ ね秘密の研究室があったのね。で、ビリーを探せと。そう、ビリーちゃんを探して一緒にダイエットしようと。そう、ブートでね、うん、キャンプしようと。そう、どこにいるのかな、左、前出てきたとこ、違うか、あ、そうやね、前出てきたとこね。で、ここでもうお化けは出てこへんからエグジットしましょうよと。開けてくんない。あ、でも開かへんのか。なんでさ、知らんかな、どうやったら行ったらいいの、もうおらん。 A ブロックなんか開かへんの、メインなんちゃら逃げって書いてたじゃないの。はい、何でしたっけ、メイン、え、主要どっか開くんか、ちょっと多忙してみなさいよ。ほら、主要研究室でビルを見つけましょうでしょ。それだから主要研究室っていうやつを探さなあかんわけよ。で、そもそもそれがどこにあるかわかんない。そう、看板見たらわかるでしょ、あの矢印だっていっぱいついてるやん。確かに右印、どこどこ、これこれ、こういうのこういうのこういうの、デリバリーですって。へえ、出口じゃない、配達出口みたいなこと。今のとこ、これちゃう、いや、これは主要ではないだろ。主要ではないんか、こんなちっちゃくはないだろう。これ、これは、ん、モーホジニックエンジンチェンバース。カメラ地味に動いてんの。確かに見られてる。チェンバースね、懐かしいね、物質とかのね。お、開いてる。あ、そこは行ってないよね、まだ来てない。開いてたね。入れってこと。入ったけど何もない。中は、へん、鍵とかない。開くんや。あ、そっから回れんねん。回るってことね。で、これ冷蔵庫と、開かない。うわー、結構肉片が飛び散ってるな。開く？トイレじゃん、今トイレやろ、これ番長好きなの。 B ブロック来た。あ、ここのトイレ。お、番長大好きなトイレ。大好き。トイレちゃうやん。今女の人おらんかった？シャワールーム。せえん、さすがに。見て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 、そこ違う。あ、男か、男やろ。写真を追ってた。バッテリー探してるのね。うん、もうもうバッテリー、うん、こっちは開かない。で、こっちから入ってきた。トイレ行っとく。うん、はい。うわぁ、黒いな。ないね。ないね。お、水が綺麗だよ。うまや。これ。ようやく綺麗な水見たよ。うん、あれを綺麗と思える、ね。見えてくるもん。いや、うん、見えてくるもん。ね。だって前までだって真っ赤やったもん。確かに。血だらけ。真っ赤が真っ黒だったもんね。うん。あれ、ここ来た？来てない。え。あ、なんか入ったったり、看板。あ、出る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 出てくる出てくる出てくる。うわ、来た！ビリ発見！ビリか？ちゃうわ。違う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 。幽霊。これ絶対追いつかれるんじゃん。あ、ま、負くねんな。無理ちゃう。負ける？え、そのとこ入ったらあかんやろ。あ、捕まった。え？これ結構無理かもしれんね。結構難しいね。あいつだって煙みたいなやつやろ。うん。どうやって負けんの？だから彼はなんか四面体みたいなもんなんでしょ、霊的な。だからその本体をつなぎ止めてる何かしらのものを止めろってこと。どういうこと？で、その四面体に追っかけられてる時どうしたらいい？知らんから逃げろって話。こっちも強い四面体出さなあかんちゃう。ふぅー、そう、いけ大山みたいな。番長普段四面体出す時どんな声出すんやったいた、そっから出てくんにゃ。あー、なるほどね。トイレにおったんやな番長。だっていつもすごいポーズしてね、なんか四面体出すじゃないですか、ね、いつも休憩中とかやってるやん。ね、なんか立つみたいな英語みたいなやつ使って。あー、使ってる ね。まあそれは何かは言わないけど、なんとか立ちみたいなするやん。いつものやつ、ね、言ってよ。うまい。そうだそうだ、ね、そうだ。四面体出すとき番長はこう言います。さあ四面体を出すぞ。ふわー、そんなんちゃうよ。今それどころじゃねえ。目は見なさいや。ほら今だってあなたの四連体で、めっちゃ進んどるでや。あなたの四連体でこれ逃げ切ってるやん。そんなことより、まずこれ
クリアしないとまたやられちゃうよ。来てるか分からへん。おーラッキー。あー直前で、あガス出るよ。あー終わった。あいける、またいける。あ大丈夫か、殺菌されてるのかもね。なるほどね、そういうの大事。ビリビリ。あこれ階段が無理かですか。いける。まあこっちで正解なんじゃないの、うん、正解っぽい。ファイルファイル、よし。で俺たちカメラ回してなかったけど、お前やっちゃったね。俺ってカメラで回す必要あんの。あでも出れんちゃうこれ。ビリ助けてへんけど。本当にこっちでいいのかい。あれ無理やった。あ、いけた。あ、いた。ビリになった。あ、来た。主要研究。え、何あれ。え、何何あのでっかいの。何でびっくりしたの。あ、俺も見してよ。早く、早く見してよ。アホちゃん。な、飲みそうや。ほら。違う。いや、あれ多分、でっかい飲みそう。そうやけど、そうやけど、それ見たいんか。違う。5時の方向、いや、違う、8時ぐらいの方向見て。うん。回る、左。何を見て山田もびっくりしたの。もうしょうがないな。来た。これ。でっかい飲みそうじゃん、これ。これちゃうやろ。え、これじゃないの。こっちやろ。え、そっちちょっと真っ赤になってたよ。いや、なんて書いてた？左駅の？お？え、なんかすごい。うわー、わかった。そういうことか。多分。つながれてんねん、あれ。真ん中のために。洗脳されてんねんな。で、今パワー注入中。うん、左側の？お？あ、なんであんたの手でいけようと思って。なんであんたの手でいけようと思って。俺こっちが取りたいの。なんであんたの手？なんかやん。なんであんたが取りたかったの。あんたパスコード持ってへんやん絶対。で、どうやって止めるかだよね。でもさっき書いてたよ。ここやんな。さっき書いてた。あ、戻れへん。タブ押してみなさいよ。ほら、左側のサブ液タンクのバルブを閉めましょう。サブ液？左上？じゃあこっち。あれか。サブ液タンクのバルブを閉めましょう。サブ液タンクってなんなんよね。わからん。ちょっと大家さん教えて。あ、バッテリー。なんで私が知ってると思って今質問したの？え、わかんないの？わかんない。ないね。ないよ、大山。左側のサブ液タンク、これこれこの中、なんかその横横横、そのでっかいの。あ、今のやつや、右。右右それ。あ、なんかおる。ほら、なんかいてる。めっちゃ見とるよ。サブ液タンクのバルブ。これは明らかにバルブじゃないけど。違うか。いや、もしかしたらバルブかもしれないね。その辺のやつ、その辺のやつ、その辺のやつ、その辺のやつ。多分その辺のやつに何かあんのかな。じゃないの。それで早くバルブ、いや何をしてるわざとこのなんかバルブ緩んでんじゃん、これじゃあどっかっていうことなのかな。バルブ、バルブ、バルブ、とりあえず左側のサブ液タンクでどこやんちゅうね。左側でしょ。左側つってるでしょ、その真ん中でしょ。そっち、もしかしてないよ。ない。え、あっちの外は一回行ってみようよ、行けるかどうか。ああ、そういうことやんな。一回英語で今なんて書いてんの？うん、分からへん。無理やな。なんて書いてあんのこれ。ライフ、ライフサポート。あ、あ、じゃあこっちだ。そっちかな。維持タンクの生命維持装置的なこと。なるほどね。出れる。あ、いけた。あれやん、タンク。やろうね。これタンクやんね。これやんな。でもこれさ、死年体出てくるんじゃないの。うん、なんかメモした、なんかメモした。9割が出てくるでしょう。死年体どこでも出るもん、あれ。さてと、バルブはどこかしらね。まあ、多分この先かな。ぽいね。あ、あったよ、大山。これがバルブだよ。あ、これか。これがバルブだよ、大山。ノットターンザバルブ。はい。あかんじゃん、じゃあ。あ、今度第二研究室のジェネレーターの電源を、なんて、遮断？シャットダウン。どうやって消すんだよ。遮断できる？来た、来た、やばい、来てる。ヤッコさんが来たぜ。来てる？おぉ、ショートカット。おぉ、そんなんできるやん。ヤッコさんが来てるぞ。ヤッコさんが来てるぞって、ヤッコさんっていう言葉ほぼほぼ使わへん。使わない？全然使わへんで。結構普通に使うんだけど。そうなの？いつの時代なんやな。番長だけ50代やからさ。ああ、まあね。確かに、そういう考えてへんかった。うん。失礼いたしました。年齢が違う。そうだぞ。失礼いたしました。そうだそうだ。もっと、敬え。そうだ。我々みたいなね、若そうと違うの。そうだそうだ。お、いける。お、いいね。来た。四年代あんな細いとこ通れないんじゃないですか。むしろ通れるでしょ。透き通ってくるわ。ねえ。お、よし。この上っぽいね。
あ、わかんないね。1963年8月14日生まれ。お、番長。まあ確かにバラしちゃってよかった。階段を登っております。バラしちゃってよかった。ぜひはぜひはするぜ。こんなんもう年だからな、ね、50肩もしんどいっつってるんでね。おい、そうだそうだ。こんなダッシュ連続で大丈夫？おお、でも俺はあれだぜ、そこら辺の50代とは違うんだぜ。違うね、筋トレして。おい、いける。おい、おお、こんなこともできしまうんだからな。すごいな、試練隊めっちゃ来てるぞ。おい、来てる。だって歪んでたで今。うわっ、びっくりした。何ここ、びっくりしたよ。なんか出てきたのかと思った、音で。え、来てるやん、試練隊後ろ。来てるで。はよ、はよ、はよ閉めて、はよ閉めて。オッケー、大丈夫。よし、オッケー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 。消毒して、ね、消毒してね。一旦消毒して、で開けちゃ。よかった。で、また上登っちゃ。試練隊あそこ入れへんのかな。多分ね、ガスを嫌うね。あー、そういうことね。あ、そういうこと。似てるもんな。来た。ようわかったな。だって、緑光ってたやん。うぅ、すげえな。うわ、ビリーのライフボットの安全装置を向こうにしよう。お、じゃあライフボット行こう。おいし、戻るぞ。さっきあそこに使ってたのがビリーちゃんかな。じゃないのかい。てか、そう言ったやん。うん、そうやね。多分あのでっかいのがビリーやろ、やからでっかいのね。あのでっかいの、真ん中の真ん中のあのあれね、みんなの、そうそう、ちょっと上に登ったやつやんな。上にあったやつ、そうそうそう、真ん中の、うん、そうかそうか。え、違うの。俺そうやと思ってたんやけど、あのみんなから集めた四年隊の、うん、あの集合体みたいなのがビリーやろ。集合体がね。そう、なるほどな。あ、違うんかな。え、嘘。ヘイビリーと、何すんだい、何すんだい。おお、いけるいける。え、いや俺はそこら辺の50代じゃないからこんなん余裕ですよ。え、落ちたの。ほら、いけた。なんて言って、いや、いやそこら辺の50代のレベルじゃないけど。すげえな、しかもショートカットできてん。ほんまや。ね、ありがたいね。落としてくれてどう思うぐらい。あ、むしろそんな感じやで。ほら、あれやろ絶対ビリー。うい、え。やるな。ったけどやるな。うい、ほらビリービリ、これやろ明らか。え、いや、長いやないの、バチって。いや、やからな。え、いけた、やっといけた。え、これビリやん。え、ビリ、これじゃないやろ、上の、上やって、上やって。おお。あ、来てる来てる、逃げて。ハロー。え、操作できへんの今。できない。あ、積んだ。終わり。あ、大丈夫。カメラ保護。おお。大事やんね、確かに。時間との勝負だね。そうやね、早く。あ、なるほどね。ビリーがやられるか。うわっ、もうわかんじゃん。あれ、あ、ビリー顔、人間じゃないな。アンギャー、やばいぞ。どうした。まもなく、もうまもなく。番長こんなことを休日してたんやな。世界を救ってるから番長は。救ってたんか。え、どうなったん。あれ、あ、助かった。耐えた、助かった。うわ、やった ね、 ね。え、本当に耐えたの。カメラも無事。乗っ取られたんじゃん、もしかして体。あ、あり得る。あー、なるほどね。出ていけ。リアリやな。最初から出ていきたかったよ俺は。そうやで、人のこと巻き込みやがって。出ていけって。あ、あ、さすがに今、さすがにもうまともに歩けなくなった。うんね、HP がね、もう HP ゼロよ。ゼロやったら歩けへんけどね。番長の HP はもうゼロに近いわよ。うん、近かったわかる。結構いいジーパン履いてんじゃん。どうなんだろうね。頑張れ。おお、足取りもおぼつかない。千鳥足ってやつだね。番長が良くなってるやつね。確かに。それは否定できないからな、うん、何人が犠牲になったか今まで。待て待て待て、肩を組んでね、電車に乗せて何人が犠牲になったか。あ、そうだね、この間も悪かったね、山田は。僕よう気になっちゃったからね。よくあるね。よくある、よく山田は僕の被害に遭うよね。山田万小屋もあたりがよく被害に遭うからね。あ、出れる。いける。体力が持つからだよね。頑張れ。ねえ、すぐ病院行かんと。上行ったら病院やで。もうちょっと、もうちょっと、あ、やばい。あん、あそこの病院に行ってた。まだやぶ医者の方がええでや。うわ、お、あ、助けて助けて。嘘。え、何してんの。はい、証拠隠滅やろ。あ、そういうことね。は、いや、でも生きて、あ、生きて、え、いや、生きてないよ。終わった。いや、どうにしよう、お前になった。ああ、ああ、やっぱ乗っ取られたんよ、体入り込んでたんだね。そういうことよね。あ、じゃあまだ生きてるってこと。そう、今、僕のス度が、うん、やっつけてくれてるから。ああ、そう、なるほどね。うん、
何解除した。おお、終わったんじゃねえ。やった、イエーイ、終わった、終わった。そんなエンドになると思わなかった。まさかね。よかった深井、ね、やっと終わったよ。いや終わった終わった。いやいや本当になんか皆さんお疲れ様です。よっしゃ、やっと終わった。ほんまに疲れたよ。まさか、うん、爆弾解除で派生した、うん、マスゲームでここまでやることになると思わなかったね長いわまあでもこれでアウトラスト終わったから、うん、もう一旦キープトーキングの罰ゲームもこれで終了ってこと。あ、そうよ、ね、でよろしいんですよね。ってことはやっぱもう蓄積してたやつもチャラってことよね。よかった、やったよ。まあまあこんだけ積んだやったらまだね。え、そう、よかったよかった。いやだそういうことやな。だって当たり前だって、俺の罰ゲームっていうのでやってたから、だいたい、だいたい基本そうよね。基本的にそう、なんかなんか終わらしたらまあそれのお祝いで、そうそうそう、今までのやつもじゃあ一回チャラにしようかみたいな。そうね、そういう話があるもん。そうそう、借金も一緒。そうそうそう、それ俺思うんないもん。え、え、これ思んないもん。知らんほん、自分でやったらいいやぞ。一人でやったらいいやおい、ちょっと待ってよ。扉の下に何か一枚またペラって入ってきたぞ。あ、何、なんだろうね。ちょっと取ってくるから待ちなさいよ。あが、俺嫌な予感してきた。マジか、俺もない。このパターンは嫌な予感しかしひん俺その紙見たことあるもん、その笑わしみたいなまあ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 、あの女、あの方からですよ。はあ、うちのボス、うん、例の、読み上げさせていただきます。手下なじゃん、覚えてない確かにな、確かに。いや、ボスだから君たちも手下だ。あ、まあまあまあ、そうね、一応ね、そうね、そうね、見たこともないけど。まあまあまあ、まあ、うん、とりあえず読ませなさい、ね、うん、よく頑張ったな。お、お、とでも言うと思ったか、バカだね。うざっしい、うざっ、それ書いてないやろ、書いておる。自分で言ったよ、今絶対。いやいやいや、本当にもう一回言おうか。うん、よく頑張ったな。お、よかった。うん、と言うとおり。しばらく何回やんねん。ほんまに書いてあるの。いや、ほんまに書いてある。まあ、それ後で見せるから、ね、とりあえず全部読まして、うん。爆弾解除で爆発させまくったお前らの責任だろうと。自業自得だ。この罰ゲームは、まあ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 。まあまあまあ。まあね。お前たちのために超忙しい私がわざわざ新しいタイトルを見つけておいたぞと。え、うん、なんだろうね。ゴジャス動画でやろうか悩んでるタイトルだ。あ、そのためお前らに罰ゲームを兼ねてテストをしてもらう。なるほどね。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。急に笑い出してる。おじゃる事情で全クリをしなくていい。あ、まあでもここはちょっと僕には悲しいかな。やらしいゲームじゃん。やらしいゲーム。もしかしたら大人の授業でしょね。ハレンチなゲーム。あ、そういうことね。というか、まあ、できないと。これ絶対ね、18禁やね、これ。そういうのはもうここでやるから。そうそう、まだまだね、授業部やから、こっち、ハレンチゲーム授業部。罰ゲームになるのかな、これ。なので、ゴージャス動画でできるかどうかしっかりテストするように。おお。あ、まあね、ちっちゃい子も見るからね。そうね、そうそうそう、まあ女性もいるしね、そうそうそう、しかもアシスタントで。うん、でもあんたたちのご褒美じゃん。ご褒美やったね、やった。おつくよ。何がやってもらうタイトルは、エチレンス、エチレンス、エチレンス、ハネチバイオザード7レジデントイービルだって。何かあいつを勘弁して。作ったまだ続きあるから。どういうこと。なんで、あれもしかして B、 なんか映画とかであれじゃん、 B 級作品でなんかタイトルだけ似てて全然違う、ね、そういうパターンかもしれない。うん、そういうこと。なに、まだ発売してないからそれまでは罰ゲームは加算されないだと。あ、まだ発売してないもんね、そういうの。え、その本家のバイオハザードだよ。本家はね、うん、B 級は知らんけど。大丈夫だ、安心しろと。何が。発売までに失敗した本数もちゃんと換算するから安心しとけよと。キープトーキングの、はい、加算されんの。書かれてます。なんで知らん。リセットされへんの。お前リセット制は採用してへんの。知らん。採用してよ。ただまだ続きあるから、うん、あ、なんかもしかしてやらんでいい。なんかあるもんね、こういう条件付きでね。次クリアしよう。 OK とか。以上、ボスより愛を込めて。なんだうざっ、うざっ。何それ、やめるぞ。あ、ほんまや、このグループ解散しょうがないやろ、ボスから来たんやから。読んでみなさいよ、じゃあ。ほら、何だよ、読んでみなさいよ。おかしいもん、ほんまにハート書いてあるよ。ほら、はぁ、と言うとでも思ったかバカモンガーって書いてある。ほんまや、何これ。知らんわ。こっちはやから喜ばせるツボみたいな、分かってんな。絶対空喜びするわ、言うて。せや
アメとムチ使い分けてきたんだね。使い分けてきたな。でしかもタイトル言うタイミングが遅かったから君たち心情上がっちゃって、ね、めっちゃ完全ハレンチなゲームだと思ってうまい。どん底にいただけ落とされたね。マジか、もう最悪やん。いや、え、どういうゲーム。まずでも発売、俺その情報も分からへん。私とタン君やりましたもんね。え、これやったの。やったよ。彼ら VR やってたやつ。そう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 、もしかしてそれはタン君やけどね。体験版うちで2本出したの。それのガチ 本物。あれ、私人生で一番怖い体験や。終わった。これあれちょっとチェックしようかなって見て瞬間にチェックやめて違うしに回した怖いやつやった。あのね、これはね、うん、アウトラストもね、あのね、ブーちゃんと怖かったけどね、うん、多分ね、火じゃないぐらい怖かった。ちょっと怖かったわ。いや、楽しみ。マジか。楽しそうやん。タン君だってめっためたにやられてたよ。だってあれ次の日仕事休むっつって。まあ、その動画は最後のところに、うん、じゃあリンク貼っときますので、ああぜひちょっと皆さん見ていただければどういうゲームかっていうのが分かるんじゃないのかな。シャレだよ、こんなん。シャーないやん、だって来たんやし。しかもあれやで、まだ発売してへんねんな。自業自得だって書いてあるねん。最悪やん。これずっと発売できひんよりなんか裏工作でできんの。なんか裏に来てます。やめなさい、大きい会社なんだから。ああ待ち遠しいと言っときなさい。まあ、でも口が裂けてもちょっと言いにくいな。うまいです。なんかゲームショー隣のブースやん。確かに、ずっと怖い映像流れてた。うん、あれ面白かったよね。でも音楽かっこよくなかった。まあ、かっこいいけど。なんかゲームショーでさ、動いてる時にずっとかっこいい音楽後ろから聞こえるから。紫色の怖い建物でしょ。そう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 。そうあれよかったもん。隣の四隅でやれちゅうことこれ。え、だってあれ、あの、なんていうの、ゴージャスさんとか、あのアシスタントヨキュンさんとか、マリンカさんとか体験してたけど、うん、めっちゃ怖がってたよ。あ、そうなの。あれやん。してた。やろ、あれめっちゃ、あれあれよ、あれこれやる、あれ、うん、終わった。マジで終わった。来た、めっちゃ怖そうやったやつや。実感湧いてきたね。終わった。めっちゃ叫んでたもん。3人とも山田も一緒に行ってたもんな。そう、俺その3人に付き添っててで、やってる姿を目の前見てて VR やってはたから、うん、うん、めっちゃ叫んでた。ヨキュンさん、マリンカ、ゴージャスさん、山田も俺ヤバいっつ、これうわーって言って、ほんまにゴージャスさんとかもずっと、もうなんか怖いやつ見えへんように横向いてずっと歩いてた。めっちゃ怖かったやと思う。だからな、我々3人でやるんで、これに関しては VR はちょっと厳しいかな、おそらく。なんでまだ切りセーブ。まあそこまで怖くないですよ。いや絶対怖い、大丈夫。絶対怖い。俺 VR じゃないのやったもん。ああ、なるほど。もうでもどうします、今回はなんかローテーションでコントロールしますか。あ、プレイよ、うん、いや何してんのこれ。だって公開できるようなスキル持ってない。そうね。こっちがやったら一生多分最初の方のマップウルトラしてるだけ。まあ、でも、うん、あの書いてある通り、まあ全面クリアしないでいいってことなんで、とりあえずゴージャス動画でできるかどうかっていうのをしっかりテストしないといけないわけですから。なるほどね。そこはちょっと意識してやっていかないと今回は。ね。うん。OK。アウトラストは結構ね、もうバンバン進めていったけど、うん、今回はしっかりといろんなところを見て回りましょうってことですね。怖いところ見て回るってことでしょ。余計最悪やド M やな、番長。うん、まあド M なんやな。好きなんやな、ドレスの顔して。まあ、うまいやん。いやらしいな。もう、そこそこそこ、いいんだぞ、お前ら。え、俺のさじ加減でお前らが怖い思いするかどうかのコントロールするのは俺だからな。全然ド M っぽくないな。もういいね。優しい、優しいな。優しいな。そうだろ、ちょっと上げとけ。いいやつ、いい人、いい人。そうね。それが自分たちに返ってくるぞ。いい、まあ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 、ね、うん、まあ。とりあえず、ただ皆さんね、長い間本当にアウトラストお付き合いありがとうございました。まあそれはそうですね、うん、ありがとうございます。まず感謝を込めないといけません、うん、で、まあちょっとしばらく発売まで期間は空きますが、はい、その間ちょっと罰ゲームの方は一旦お休みということで、はい、発売したら、うん、そのお休み分に派生した罰ゲームを加算してからのスタートになりますので、それはしっかりやっていきますので皆さんご安心ください。極力貯めたくないね、はい、そうね。うん、まあ それは俺に言われてもほら3人でも頑張ってるしかないから。まあね、本職だから、うん、爆弾解除は。そうそうそう。発売日いつ ?1 月の26を予定されております。結構近いな。近い。しかも大山誕生日近い。お前、俺の次の日だよ。でも山田の3日前。そうよ。ここめっちゃ近い。あ、じゃあ誕生日プレゼントだね。あ、大丈夫です。最新のゲームをプレイさせてもらえると。ふざけんな。
なんだよ、一緒におしゃぶり梅昆布をぶちかましておいて。よかったじゃないか、あんたたちは怖いゲームを、最新の怖いゲームをプレイさせてくれるということで。まあ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 、うん、これで締めましょう、一回締め長くなるか。そうね。はい、この動画が良かったらぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたしますと。まあね、うん、もうこの次の作品も楽しみという方にね、ぜひぜひグッドボタンを押していただきお願いします。で、コメントの方もね、ぜひぜひお寄しお寄しねお寄しになっ て, なってコメントお寄しになってコメントの方もね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、で、今、動画の方では前回の動画とかおすすめの動画とか貼ってあります。エンディングにね。そうそうそう、うん、エンディングの方に。こちらの方はなんとなんと iPhone とか iPad でタッチしても飛べるようになったんです、これ。そうね、なんでね、最近ね。そうそうそう、楽になったよね。そう、なんでぜひちょっとチェックしていただければなと。はい、はい、いうことで、よろしいですか、うん、何か言い足りないことは大丈夫ですか、皆さん。え、もう心から誕生日が後編ごと祈ってます。そうね、ね。いやー、今年の誕生日は良かったね、おめでとう。まあ、来年やからね。自分に帰ってくるってことだね。そうね、回り回って自分に帰ってくるってことですね。うん、まあ、そういうことで、よろしいですね。お後もよろしいようで。何もよろしくないわ。喜んでるの一人だけだもん。そう、こっち二人テンションなんか下がってんの。 GM コイン、おい、いいサイト見つけたぞ。なんだいきなり。 GM コインだよ、 GM コイン。 GM コイン経由で 1% キャッシュバック。使い方は簡単。そう、簡単。 GM コイン。